はい、どうもこんにちは。英語のフレーズを投稿する久保田と言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は4月25日の木曜日ということでね、もう、昨日とかまでね、こんな思うことなかったんですけど、喋ってるだけでちょっと汗出てきますね。鼻の下とかちょっと汗かいてないかね、気になるんですけど、皆さんズームとかしないでくださいね。フリじゃないんで。まあそんな感じでね、だいぶ暑くなってきたんで、で、今週終わったらゴールデンウィークも始まるということなんでね、ぜひ皆さんも水分補給とかしっかりしながら体調管理に気をつけてもらえたらと思うんですけど、僕もね先ほど皮膚科に行ってきたんですけど、2、3ヶ月に1回ぐらいね、僕ちょっと皮膚が荒れたりしてるんで、まあ、2、3年前ぐらいからね急に湿疹がバーって広がりだして、でも最近はねもう薬塗って落ち着いてるんですけど、なかなかその薬がやめれないというかね、まあ、やめたらまた出てくるみたいな感じでね、ちょっと今後どうしようかなって感じなんですけど、まあ、肌の話を置いといてね、ちょっと出かけた時にもうかなり暑くて、かなり暑いって言うと盛りすぎですかね。大体僕いつも話するとき盛りすぎっていうね、よく言われたりするのでね、気をつけないといけないなって思うんですけど、まあ、ちょっとね、こう汗をかいて、もう本当に、ま、昼ぐらいになるとかなり暑いなと思ったのでね、ぜひ皆さんもね、気をつけてもらえたらと思います。で、今日はね、もう一つお話をしたいことがあって、僕の動画構成の話なんですけど、これはね、僕の動画をずっと見てくださってる方はすでにね、何回も聞いたことあるかもしれないんで、飛ばしてもらえたらと思うんですけど、僕の動画って最初の2分間ぐらいはね、こういう雑談パートになってて、で、最近ね、僕の動画見られた方とかは、なんかこういう構成なんだとかっていうね、感じで思われてるかもしれないんですけど、まあ、それにも理由があってね、僕もこう、英語の勉強とかをね、YouTube でするときって、まあ、英語に特化した動画、大体皆さんってね、そういうもう英語だけの動画を出されることが多いと思うんですけど、まあ、そういう動画見るときって若干腰が重いと思うんですよね。なんかちょっとやる気ないけど、ちょっと今日はやめとこうかなとか、ちょっとやる気ないと見られないなっていうような感じのね、内容だったりするかもしれないんですけど、まあ、こんな感じでね、ちょっとこうラジオ形式っぽくすることによって、なんかこのラジオの部分だけ聞いてみようかなっていう感じで入ってもらって、で、気づいたら、まあ、4分なり5分なりでもいいんでね、聞いてもらって、で、もし可能であれば全部見てもらうっていう形でするとね、ちょっとこう導入のね、入りの部分がしやすくなるんじゃないかなと思ってね、こんな感じでさせてもらってます。なのでね、皆さんもなんかこう毎日ねラジオを聞く感覚で、僕の動画もね見てもらえたら嬉しいです。でね、今日も英語発信に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何のフレーズを紹介していくかというと、皆さんね今回サムネでおそらくこれを書いてると思うんですけど、 obsessed with っていう表現ね、皆さん聞いたことありますか？これね、ネイティブがよく使うフレーズになるので、ぜひ皆さんもね、今日学んだら、この後でね、どんどん使って覚えてもらえたらと思うんですけど、この obsessed with、これで、何々にハマっているとか、何々に取り憑かれているのようなニュアンスになるんですね。もうね、ある一つの物事にこう熱中しすぎていたりとか、何かに取り憑かれてるっていうようなイメージになるので、物事にすごく執着してるというようなニュアンスでも使うことができます。なので、取り憑かれるように夢中だっていうイメージでね、ハマってるって意味でも使われるんですけど、まあ、取り憑かれるっていうと、ちょっと否定的なイメージがありますよね。なのでね、この単語自体否定的な意味で使われることもあるので、そのあたりもね、いろんな例文を通して覚えてもらえたらと思います。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、これもね、やや注意が必要な点がいくつかあります。まず最初のね、この obsessed、 ここの O の部分、これシュワーの音になるんですね。シュワーの音っていうのはアーとウーぐらいの中間音で、喉からね曖昧な音を出します。なのでこんな感じになります。で、その後は obsessed なんですけど、最後の D の部分、これ T の音になるんですね。なので、obsessed, obsessed, こんな感じになります。で、次の with なんですけど、これに関しては th の音になるので、日本語のね、ずではなく、上下の歯でね、下を挟んで、the, the, with, with, こんな感じの音になります。なので、くっつけて発音すると、obsessed with, こんな感じになります。で、今回ね、t の音聞こえなかったと思うんですね。これ t っていうのは、破裂音と呼ばれる音になるので、次に母音が続かないときは音が消えるんですね。なので、obsessed with,っていう感じでね、この obsessed って t を発音する下の動きまでは行くんですけど、そこで止めてそのまま with に続くイメージですね。そんな感じで obsessed with っていう感じでね、発音してもらえたらと思います。じゃあね、今日もこのフレーズを使った例文をたくさん用意しているので、ぜひ皆さんもね、使いながら覚えてもらえたらと思います。じゃあまずね、一つ目の例文が、このゲームにハマっている、このゲームにハマってる、このゲームにね、取り憑かれるぐらいハマってるよとかっていう時ですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。I'm obsessed with this game. I'm obsessed with this game. こんな感じになります。
じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まず私はハマってるってことなので、I'm obsessed with になります。で、これもね、この obsessed with っていうのは形容詞になるので、be 動詞を置いて使います。で、その後はハマってる対象になるものを置いてあげたらいいので、this game ですね。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、まずね、I'm obsessed with のね、この I'm の M の音で終わって、次、obsessed ってね、母音の音から始まってるので、ここもね、やや難しいかもしれないんですけど、リンキングさせてあげると綺麗に聞こえます。子音で終わって母音で始まるときは基本的に音がくっつきます。なので、I'm obsessed, I'm obsessed っていう感じでね、この I'm obsessed っていう感じでくっつけるイメージですね。で、そのまま with につなげてあげたらいいので、I'm obsessed with っていう感じですね。まあ、t の音はなくしてあげても OK です。で、with のところはね、先ほど説明した通り、th の音を意識して上下の歯で下を挟んで発音します。で、次の this game なんですけど、この this もそうですね。th の音になるので、上下の歯でしっかり歯を挟んで、this, this, こんな感じになります。次のね、game なんですけど、これもやや注意が必要です。これ日本語風に言うと、ゲームっていう感じで、a を伸ばすんですけど、ここではね、a っていう感じで、しっかりね、a の二重母音にして発音するんですね。なので、game, game。これがね、日本語のゲームとゲーム。音が違いますよね。そんな感じで意識してもらえたらと思います。もう一回通して発音すると、I'm obsessed with this game。こんな感じになります。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、彼女はあの俳優にハマっている。彼女はあの俳優にハマっている。これなんていうかわかりますか？これもね、なんか新しい俳優とかが出てきたら、もう今あの人にもうめちゃめちゃハマってるんだとかっていう時に使える例文ですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。She's obsessed with that actor. She's obsessed with that actor. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、今回は彼女はっていうのが主語になるので、she is から始まる文章になります。で、その後はね、まあ、形容詞の obsessed with っていうのを置いてあげます。で、最後はね、まあ、先ほどの文章と結構似てますね。その対象物を置いてあげたらいいので、that actor っていうのをね、置いてます。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず C ですね。これもね、よく間違われる方もいるんですけど、この SH から始まるときって、日本語の C で OK なんですね。これ、英語の発音を学んでいくと、これね、C に加えて C っていうような音。まあこれ、S 単体のときにね、よくこういう音になるんですけど、まあ数にちっちゃい E ですね。その音になることが多いんですけど、そういうときはね、まあ S 単体なので、SEE とかっていうね、まあ何々を見るとかっていうときですね。そういうときは C っていうね、数にちっちゃいなんですけど、この SH の時は基本的に日本語の C で OK です。なので C、C、こんな感じですね。なので She's になります。で、このね、ズーの音で終わってまた Obsessed っていうのが始まってるので、子音足す母音でリンキングして She's obsessed, She's obsessed っていう感じでリンキングします。で、そのままね、この T はなくしてあげてもいいので She's obsessed with っていう感じの音になります。ここもね、しっかり上下の歯で TH の音を出すように意識してください。で、最後の that actor なんですけど、まず that なのでね、これも th なので上下の歯で下を挟んで that になるんですけど、この最後の t ですね、これ破裂音になるので、基本的に次に母音が来ないときは音がなくなります。で、母音が来るときは音がリンキングするんですけど、破裂音の中でも t は少し特別で、t の後に母音が来ると t はラ行っぽくなるんですね。なので、これ単純にリンキングすると that actor、actor っていうね、t の音でリンキングするんですけど、t はラ行になるので、that actor, that actor っていう感じで、ラの音になるんですね。なので今回も、that actor ではなく、that actor っていう感じで聞こえます。もう一度ね、発音してみると、she's obsessed with that actor。こんな感じになります。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、体重に執着しすぎだよ。体重に執着しすぎだよ。もうね、頭の中が体重でいっぱいだとかっていうね、友達とかに使えそうなフレーズですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。You're obsessed with your weight. You're obsessed with your weight. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、今回もね、今まで通り基本的な形は一緒になるかなと思います。まず主語が you になるので、その後の be 動詞は are ですね。で、その後に形容詞を置いたらいいので、you are obsessed with になります。で、最後はね、あなたの体重にということなので、your weight になってますね。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、最初の you are obsessed with に関してはもうほとんど一緒ですね。注意する点は obsessed のね、この t の音がなくなったり、with の th の音ですね。
で最後の your weight なんですけど、これもね、最後の weight の t、 これも消えることが多いです。 t というのはね、先ほど説明した破裂音になるので、次に母音が来ないときは消えることが多いので、 your weight っていう感じでね、ほとんどなくなることも多いかなと思います。なのでね、それも意識して発音してみると、 you're obsessed with your weight、 こんな感じになります。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、私は物事に熱中する傾向がある。私は物事に熱中する傾向がある。なんかね、ハマりすぎてしまう傾向があるんだ、とかっていう時ですね。これではこんな感じで言うことができます。I tend to get obsessed with things. I tend to get obsessed with things. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、今回ね、久しぶりに出てきましたね。この何々する傾向がある。皆さんこれ覚えてますか？これね、まあ、出てきてる通り、I tend to っていう感じで、tend to を使ってあげると、何々する傾向があるって意味になるんですね。で、その後はね、まあ、tend to do っていう形で動詞を置いてあげたらいいんですけど、今回ね、get が使われてます。get っていうのはね、まあ、be 動詞と同じような感じで使うことができるんですけど、意味がちょっと変わります。B 動詞をね、何々な状態だっていうのをね、まあ今の状態を表すことができるんですけど、 get を使うことによって変化を表すことができるんですね。なので tend to get obsessed っていうとね、何かまあこう熱中してない状態からすぐに熱中しちゃうんだっていう感じのね、変化を表すことができます。で最後はね、obsessed with で、何か物事にっていうのを置いてあげたらいいので things を置いてます。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず tend to ですね、この tend の d、 これも破裂音になるので、次に母音が来ないときは音が消えます。なので tend to ではなく tend to ですね。で次の get obsessed なんですけど、これも get の t の次に母音が来てるんで、先ほどと同じように t はラ行の音になります。なので get obsessed、 get obsessed っていう感じでリンキングします。でこのね、obsessed の t の音はなくなっていいので、get obsessed with っていうような感じになります。で最後の things なんですけど、これも th の音なので、上下の歯で下を挟んで things。もう一度ね、通して発音してみると、I tend to get obsessed with things。こんな感じになります。こういうね、発音の法則を覚えていくと、なぜああいう風に発音されてるのかっていうのがね、わかりやすくなるので、ぜひ皆さんもね、まあ、破裂音って聞いたら、ここの動画で終わるだけじゃなくて、しっかりね、後で調べるようにしてみてください。それをすることによって、これから半年後とかね、1年後で比べた時に、してない人との差がぐーんと広がるのでね、ぜひ皆さんも良ければしてみてください。はい、そしたらね、今日はこんな感じで、何々に夢中だ、ハマってるとかね、まあ、執着してるとかって意味でも使える、be obsessed with について説明させてもらいました。これもね、ネイティブをよく使うフレーズなので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.